来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。ロールジェージェ鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。エンマディスプレイ、 G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。カリムカナメ、その漆黒の馬体には力強さがみなぎっています。ムーテイソング、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ラズールシェーバー、後位につけマイペースで行けばゴールが見える。エルキャンバス、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。エイシンスラ、 G1 の大舞台ですが臆することなく挑みます。エディターズキー、また一頭影の実力馬が登場、競争を期待したいところです。バチアーポンティリア、この馬が一番人気に支持されました。見事期待に応えられるでしょうか。シービーパライス、決めて勝負ならこの馬にもチャンスあり、自慢の末脚を見せるか。フェルバルゴ、鞍上は芝の騎乗に定評あり、ここは一発を狙っています。ウィンドキーナ、この馬が今日の2番人気です。その走りに注目が集まります。ベルズイベリア、G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。デンジャラスシーア、前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。エピトームドラード、この馬も虎視眈々と G1 制覇を狙います。サークルヒース、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。タイキマシーン、前走での見事な勝利をここにつなげたいところです。ケニーオイル、さあいよいよ発走です。来春の飛躍を期す若駒たちが暮れの中山競馬場に集結しました。皐月賞と同じ舞台でその素質の高さをいち早く示すのは果たしてどの馬か。 G1 ホープフルステークス、いよいよ発走です。おっと、ウィンドキーナー、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にケニーオイル入ってゲートイン完了です。スタートしました。ウィンドキーナー、これは遅れてしまいました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。エディターズキー、前に行きそうです。ムーテイソング、それに続いています。ケニーオイル、どうやら後方からの競馬、もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはムーテイソング、その外からエピトームドラード、その隣にエルキャンバス、これに続くのがラズールシェーバー、青の帽子エディターズキー、その後ろ、すぐ後ろにベルズイベリア、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。フェルバルゴ上がっていきました。ウィンドキーナー、すぐ後ろ並んで16番サークルヒース、ロールジェージェ、そのうちに続いています。その外にバチアーポンピリア、一番人気のシービーパライス、中段につけています。並んで前走であっと言わせたカリムカナメ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その外にデンジャラスシーア、これに続いてケニーオイル、内からはエイシンスラー、並んで2番エンマディスプレイ。さあ先頭は依然として漆黒の馬体、ムーテイソング、エピトームドラード、ほとんど差がありません。エルキャンバス、3番手無敗のシービーパライス、まだ後ろ鞍上のゴーサインはまだでしょうか。後続も追い上げていきます。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エピトームドラード先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度はフェルバルゴ、2番手はエピトームドラード、後方から一気に天馬ディスプレイ、フェルバルゴ、フェルバルゴ1着、2着にはどうやら天馬ディスプレイ、鞍上お見事。 G1 の大舞台で手綱が冴え渡りました。勝ったのはフェルバルゴ。